池谷一生さんコンペを優勝したのはまさか。はい、今回はベルセルバで行われた池谷一生さんのコンペに行きました。今日は68です。もっと集まってるんで、今からもっと飾りますけど。ゲンゲンもパリティを協賛してもいいですか。いや、ぜひ評判ね、いいんだけど、壊れる、壊れる。俺のように改良したんだよ。今のパリティはもう折れないんで安心してください。参加された方にハンガーボール、消毒液、さあ、今日も一日頑張るぞと朝から、加藤隆さんと写真を撮っていただきました。多くの有名人やスポーツ選手が参加されてる幸雄さんのコンペ、人脈がやっぱりすごい。一緒に回らせてもらった方もプロゴルファー。でも飛距離だったら負けないぞ、ゲンゲンドラゴンホールへマンブリー。この日がドラコンの旗とニアピンの旗に名前を書くことができました。ゆきよさんのコンペは本当に人気で、応募してもなかなか参加できない。ゲンゲン参加できて本当に良かった。ドラコン取りました。ドラコン見事ドラコンを取ることができました。そして流行る優勝はまさかの佐藤隆さん。やっぱりドットピンが持ってます。最後に直樹さんともお話しさせていただき、本当に楽しいコンペでした。ゆきよさん、いつもありがとうございます。 YouTube も頑張ってください。